お待ちしておりました、バンデモン様。良い場所だ。これよりここを本拠地とする。あとは8人目の選ばれし子供だけだ。お前たち一刻も早く探し出すのだ。はっ。おはよう。なんだかすごい騒ぎになってるわね。テレビでも朝からこのニュースばっかりだからな。それでまだ来ていないのはジョーさんだけですね。何やってんだよ、まったく。ジョー先輩が来るまで待ちましょう。小学校の名簿だ。頼んだぜ。こういうことは一人が集中的にやった方がいいかもしれませんね。確かにそうかもね。よろしく。
く、先輩。おいおい、ハイジ、まさか君も。安心しなって、俺は仕事を押し付けるようなことはしない。君ってやつはなんていいやつなんだ。名簿を持ってこなかっただけでしょ。ミミちゃん、私と二人で探しに行きましょう。8人目を探す我らの使命だろうが。手柄を横取りする気か。貴様らしいな。何？最初に8人目の手がかりを見つけたのは俺だ。あの場所を探す権利がある。いつまでも8人目が同じ場所にいるものか。そう思うなら貴様は他の場所でも探すんだな。バンデモにごますってばかりのコウモリね。私がまだ成長期のプロットモンだった頃もバンデモにこき使われた。そして何かあると毎日のように叩きのめされた。目つきが気に入らないという理由で。この目は生まれつきなんだ。生まれつき。私はどこで生まれたんだっけな。ヴァンデモンと出会う前は何をしていたんだ。思い出せない。テイルモン。昔のことを考えているのですか。ウィザーム、勝手に私の心を読み取るのはやめろ。そう言っただろう。すまない、そんなつもりじゃなかった。8人目を探してくる。どうやって8人目を探すんですか。とりあえず光が丘に住んでいたことがないか聞いてみましょう。なんだか大変そう。あそこにファーストフード。ソラさん、ちょっと休みませんか。ミミちゃん、真面目にやらなきゃ。実感したわ。お料理も美味しかったし。そうそう、ママのお料理があんなに美味しいと思ったの初めてだったわ。ソラの家の料理も美味しかったわ。ソラのお母さんって優しそうだったし。そう、ありがとう。それより仕事仕事。私たちの住む世界よ。ミミ、ちょっと暑くない？そうね、この辺あんまり冷房効いてないのかな。冷房が壊れちゃったのかしら。
ちゃん。ここで始末した方がいいな。また会えたね。おいで。また会えるよね。あいつが8人目だという確かな証拠があるわけじゃない。だが何なんだあの子供。私のこの感情は、